朗報、伊藤純也さん活躍しすぎてぶっ壊れる。伊藤純也、1ゴール2アシスト、キーパス4、ドリブル8分の8、地上デュエル14分の12、スタッツエグ、化け物で草生える、カンストかな、完全にチームの中心や、引退試合かよ、心肺蘇生した時の点数やん、10点とか滝5試合分で草、サッカーの採点で10なんてあるんか、リーグのレベルがね。なお、メッシが去年6ゴール止まりだった模様。ただ伊藤っぽいプレーではないんよな。スピードでキレッキレに突破してクロスからのアシストとかではない。遅咲きのベテラン枠として申し分ない仕事ぶり。近鉄中堅クラブから引っ張りだこやろ。ステップアップあるかもな。マルセイユが狙ってるって報道あったし。伊藤純也はデュエル強いからどのクラブでも活躍できるタイプやね。ワールドカップ見て伊藤もプレミア行くんかなと思ってたら、なんで満足なんかな。あと5歳若かったらプレミア行けたな。俺の伊藤純也が活躍して嬉しいわ。